でも5イメージしてあれだったらね、ジルも5版のジルの衣装、うん、来ないかな、埋め込まれてるやつ。はいはいはい。いやでも逆に40メートルが結構スキルチェック、怖っ。あいつがっつり手札崩壊つけてきやがった。当たり前、心音でかいな。でかいから逆にすごい。あ、こういう心音だった。距離感が、そう、距離感がわからん。ない、やべ、どこでやってっかわかんない。心音わかりづらこれ。そうね、スキルチェック来ない。来た、来ない、ミスっちゃう。あ、やべ、よいしょ。久しぶりだとクレートすら出せない。ああやめて、そろそろ私無理かもしれない。ああいいチョイスだよ。来た。俺のペルソナが来た。ペルソナーブチー言って、あ、来た来た、もう来てるわ。いいなこういうパ、うーわ無理、それは無理、四時方向スタート無理よ。これついさん、うん、無理だな、やられた。これでも欲しいね。ちょい待ちなさいって。もう一回諦めよう、一回諦めよう。ずっと追われてんな、あるし。ああ、おー、いいですね。もう特性を理解してるな。うん、おう、ここやばいな、真ん中なんで2台あんだよ。あれ、位置がなくなってる。気をつけた方がいい。これはバイオハザードやっててもやってなくても全然わかんない。なんやこれ、道がない。あれなんか先生が開いて、すごい変わるじゃん。変わる、全然違う。あら、あら、うっす、全然。あー、ダウォンが、ダウォンが見えている、見えている、見えている。これは強い。おお、うん、
なのよね、それが強いのよね。しまったな。いや、B ステージでもちょっと強いわ、これはね。あーでもウロボロスのやつ直させないためにもあれだね、ウェスカちゃんはフランクリンつけてもありなのかもね。あーなるほどね。何回でもまだ何回か使えるのね。2回か。うん、2回。入った。キット周りじゃん。何か。キット周り。すげえレベッカなんかマジであれしてる。あのバイオハザードで動いてる感じになってる。これを見ると。なるほど。あらー。40メートルの間隔ずれんな。よいしょ。ナイス球場。独学者には刺さらないか。その発電機直してる時だけだもんね。何かの動作をずっと続けてる時にできたらっていう話なんで、一回手離しちゃうともうリセットされちゃうってことで。そうだね。うん、それは無理だわ。まああれなのかね、ケージは直感つけてって感じなのかね。そうね、かもしれない。それ穴にこれつくのはなんだっけ、エイダのやつだよね。おっ、いけね。やれるやれる、俺はやれるぞ。やれ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 。あーやったー。来てる。これ確かもないんだよな。すいよ。いやいやいや、ウェスカさん、俺まだ一釣りなんすわ。めちゃくちゃメメントモリされようとして、メメントモリのタイミングにしようと思ってもそれダメなんですよ。いっそやっても。違うんですよ、違うんですよ、安川さん。よいしょ、ナイス球場。はいよ。ああそうか、これ強いな。ああ、安川さん。ああここでも強い、これは強い。メメモリの時間。
あでも衰弱ついてるの強いね。強いわ。大丈夫かな、あれしょ。大丈夫っす。そっと出た。あれだ、持って帰ってきちゃった。俺のスプレー持って帰ってきちゃった。直す時だけか。うん、独学者は無理そうだな。